はい、皆さんこんにちは。今日は AirPods の話なんですけども、まあ、AirPods の次期新機種第3世代というのが発表されるとかされないとかね、噂されていますけども、まあ、この AirPods については初代が発表されてから約ね5年ぐらいね過ぎたということで、でなんかね5年経ってもねこの AirPods の魅力というのはね、まあ、薄れていかないなという実感があるので、今日は AirPods シリーズの変わらない良さについてと、あとは次期 AirPods に期待することなど、まあ、一通りですね語りたいと思っています。それではいきまーす。はい、ということで AirPods についてはこちら初代が発表されたのが2016年の9月の発表会でしたからね、もう5年弱経っていて、発売がその2016年の12月でしたから、まあ、4年8ヶ月9ヶ月ぐらいね前の製品ですよね。でそれから結構出なくて、2019年の3月にこの第2世代というのが出ましたが、基本的にはね形とかは変わらず、チップが変わったりとマイナーチェンジだったわけですけど、でまあさすがにねこっちの初代はバッテリー下手ってもう使ってないんですけど、この第2世代については2年半経ってもね結構私は使ってまして、主にね今は寝室などでね使っていて、まあこの装着の軽快さがね理由だったりします。で AirPods Pro については2019年の10月発売で、まあ、これについてはね今は居間とか仕事部屋とか、まあ、あとはウォーキングとかでね使っていますよね。まあ、ノイキャンがよく効くので、コロナ前は乗り物などで大活躍していたというのがこの AirPods Pro ですけども、まあ、今はね映画の空間オーディオなどが結構ね使えるので家でも大活躍しています。でまあ、この AirPods Max については2020年の12月発売ですけども、まあ、ちょっと異色の存在ではありますよね。まあ、付け心地は非常にいいヘッドホンではありますけども、まあ、お値段がね結構すごいということで、まあ、これ出したかったんだろうなという存在に感じています。まあ、そんなんで今日はイヤホンの AirPods 中心の話となります。はい、それで AirPods シリーズが終始貫いてきたものっていうのがいくつかあると思います。で一番ね思うのは装着の軽快さだと思うんですよね。でやはりねこの初代が出た時からですけども、この軽快な装着感っていうのはね、まあ基本的には AirPods Pro までね3モデルありましたけども、まあ、変わっていないというね感じで、でもうこれなんかねとにかくあのイヤーポッツのコードを切り取ったような形でですね、まあ、この、まあ、耳に引っ掛けるだけみたいなね、まあ、そんなようなこの方式になっていてですね、まあ、つけている感じがしないぐらい軽快なイヤホンとなっていますよね。まあ、もちろんその分ちょっと密閉感が弱かったり、人によってはね耳から落ちてしまう方もいらっしゃるようですけども、このライトな感じのインナーイヤー型っていうのはなかなかなくて、まあ、私はさっき言った通りね第2世代まだ使っていますけども、まあ、外出先っていうよりは室内での使用が中心になりますけども、まあ、やはりねこの軽さ加減は本当いいので、そこがいいっていうねファンの方もね未だにたくさんおられる製品となっています。まあ、それで AirPods Pro に関してもですね、その DNA はしっかりと受け継がれているなという実感があります。で、まあ、これについてはね、まあ、このイヤピース型になりましたけども、まあ、このイヤピースがね薄くて軽くて非常にね柔らかいんですよね。で開発秘話なんかを聞きますと、このあくまでもね第1世代第2世代のインナーイヤー型の延長として作られているらしくて、まあ、このノイズキャンセリングの関係でイヤーピースはねつくようになっていますけども、イヤーピースのあるイヤホンとしてはかなりね装着が軽快なものになっているってことで、なんでまあ他社もねいろいろ使ってみましたけどね、まあ J-Bird とかね、あとは Beats とか、まあ、あとアンカーとかね、まあ、あとソニーもね手元にはもうないですけど使ったりしていますけども、まあ、やはりねどれもまあ耳へのまあ圧迫感というかね存在感というか、まあ、そのあたり、まあ、密閉感も含めて強めではあるんですけど、まあ、それがねこの AirPods Pro にはないということで、まあ、やっぱりね群を抜いて装着感が軽いものとなっているのがね特徴なんじゃないかと思います。まあ、イヤーピースがついたことによって初代とか第2世代にあった外の音が聞こえすぎるスカスカ感も解消されておりますよね。
はい、そして終始貫いてきたことの2つ目にコンパクトさというのがあると思います。で、AirPods についてはね、初代が出た時からこのケースが非常に小さくて、まあ、AirPods Pro で少し大きくなったものの、まあ、こういったアンカーとかビーツとか、まあ、そのあたり他社もね含めてみるとかなりね小さいケースとなっていて、まあ、やっぱり、ね、邪魔にならないっていうのはね、とてもいいポイントではないかと思うんですよね。で、あとはね、気軽さっていうのもね、重視してきた製品じゃないかと思います。まあ、この完全分離型としての気軽さは、まあ、今となってはね、どの製品にもありますが、このワイヤレス充電を追加してきたりとかですね、まあ、気軽さが増すような進化を見せています。一般的な地位のね、ワイヤレス充電器にはこのように乗っけるだけで充電ができてしまうというね、手軽さがあります。まあ、このように置く場所を決めておくと、まあ、寝てる間に勝手に充電していて、まあ、朝にはね満充電になっていたりするのが、まあ、とてもね気軽でいい点ですね。で、初代からプロまで共通する気軽さの中に、この装着の気軽さっていうのもねあると思うんですよね。で、これスッと耳に入れれば何も考えないでもフィットしますからね。まあ、そういう意味ではね、なんかその他社なんかでひねりを加えろとかっていう製品もありますけど、そういうめんどくさいことがね一切ないというのがね、とてもいい点ではないでしょうか。で、あとはまあ iPhone など Apple 製品との親和性、まあ、これは月並みにはなりますけどね、やはりねいいですよね。購入して蓋を開けるだけでこういった、ペアリングの画面が出てきましてね、まあ、それでその先は指示に従うだけでペアリングができてしまうという簡単さですよね。まあ、各機能の説明なんかについても分厚いマニュアルを開かなくてもいい、インターネットで調べなくてもいいというのが、まあ、とてもいいポイントとなっています。誰でも気軽に手軽に使えるようになっています。はい、そして1台ペアリングをしてしまえば、同じ Apple ID でサインインをしている他のデバイスについても自動的にペアリングが追加されるということでですね、これは本当ね1台1台やんなくていいのが便利で仕方がないですよね。もうそれはもうね、初代の AirPods の時から使える機能となっていますよね。はい、そして自動切り替え機能なんかもねとても便利で、これなんかについては iPhone で音楽再生中にiPad の方で動画を再生とかね、まあ、音楽再生すると自動でね切り替えてくれるんですね。で、これはもちろん戻る時も自動で、こっちで iPhone で音楽再生するとこっちの再生に戻るという感じなんですね。iPhone とペアリングした Apple Watch との切り替えについても、まあ、この候補についてはね、ペアリングは自動で行われていますし、で、まあ、候補を選んだ後も、そのままですね、iPhone で再生中のが切れて、Apple Watch 音源の再生に切り替わるという感じですよね。で、逆に Apple Watch で再生中に、この iPhone の方の音源で再生をする場合には、このようにね、パッと切り替わるという仕組みになっています。はい、そして常にイヤホンの可能性を広げる新機能を提案してくれるってこと で、さっきのね自動切り替えなんかソフトウェアのアップデートで追加された機能ですけども、まあ、ノイズキャンセリングとかね、まあ、プロ専用の機能ではありますけども、まあ、この自動耳検出なんていうのは初代からあった機能ですけども、まあ、ちょっとねびっくりした機能ではあります。そして空間オーディオもね、最近 Apple Music では初代の AirPods も含めて使えるようになっていますよね。そしてバッテリー充電の最適化なんていうのも、バッテリーを保護しながら充電してくれる新機能となっています。あとは着信メッセージの読み上げ機能っていうのも後から追加された機能で、まあ、メッセージアプリに来たものを音楽とか再生中に AirPods で再生してくれるってことで、ちょっとねカメラに貼り付けて録音したので聞いてみてください。まあ、音楽聴いてる時なんかねとてもいい機能ですけど、まあ、あとはねこの Apple Music の空間オーディオについては、まあ、これも後から追加された機能で初代の AirPods から使えるようになっています。で、あとは映画などのドルビーアトモス空間オーディオに関してはプロと Max 専用の機能となっていますけども、まあ、新たなね映画の見方などイヤホンの可能性を切り開いてくれています。はい、そしてここからは次期 AirPods 第3世代への期待ということで、で、まあ噂によりますと次の AirPods 第3世代という新機種については、まあ、この AirPods Pro に近いような形の設計になるんじゃないかというね、まあ、そんな噂が出ていますけども、まあ、この本体についてはノイズキャンセリングはないようですけども、
まあ、こちらこういったねイヤピースのついた形になるというね、まあ、そんなようなね話が出ていますよね。でこの形状についてはイヤピース付きとしては軽快な装着感が実現しているんでノイキャンとのバランスっていう意味では、まあ、ベストな落としどころなんじゃないかと私は思っています。ただねこの初代とか第二世代の、まあ、より軽い軽快感のある装着感っていうのは、まあ、ちょっとね、差があるんで、まあ、個人的にはねこの噂でもちょっと出ていたんですけどノイキャンなしなのであればこのイヤピースなしでも使えるような、まあ、ちょっとねハイブリッドな設計だと嬉しいななんてねのはありますよね。まあ、このイヤピース取っても使えるようになっていれば、まあ、このどうしてもねこのシリコンのイヤピースが嫌だって方にも、まあ、受け皿としてなりますし、まあ、初代や第二世代の軽快感が好きな方にも受け入れられるんじゃないかとは思います。はい、それでまあこの AirPods Pro のノイズキャンセリングについてはこの発売直後のファームウェアの場合はもっと聞きが良かったんですけどね、まあ、今ちょっとね緩めの設定になってきていますけど、まあ、それでもねよく聞くんですよね。ただねそれ以上にいいなと思うのが外音取り込みモードでこれがね本当ね外の音よく聞こえるようになるんで重宝しているんで、まあ、外音取り込みだけでもねつけてくれると AirPods 第3世代ね嬉しいなとは思いますがね。でまあ、このコロナ禍のご時世でね私自身はちょっとね外の人の会話とか咳とかね音が気になるんで、まあ、そのあたりについては、非常にね重宝するんでぜひつけてほしいですけどもね。まあ、仮につかなかったとしてもこのイヤピース型でノイズコントロールオフにした場合と、まあ、同じような、ね、状況になると思うので、まあ、これでもね意外と外の音の聞こえ具合とあとはまあ音がねスカスカにならないバランスっていうのは取ってるんでね、まあ、そのあたりについては、それでもね、お値段を抑えてくれたらいいのかななんていうふうにはね思っていますけどね。はい、ということで AirPods については新製品の発売サイクルはかなりね長めにはなっていますけども、まあ、その分ですねソフトウェアでこまめに進化してきたというね経緯がありますよね。そして終始一貫したテーマというのが感じられる製品でありまして、で、まあ、それはやはりね気軽さ手軽さとかイヤホン全体としての使い心地を上げていこうというね、まあ、そういった方向性が色濃くね出ていると思うんですよね。でやはりねその、まあ、音質の議論っていうのは、まあ、必ずあるはあるんですけども、まあ、そのコーデックについてはね、まあ、Apple の Bluetooth は今現在だと AAC という、まあ、ハイレゾーなんかにはね対応していないものではあるんですけど、まあ、その分ね遅延が少なかったりするというところと、まあ、あとはね空間オーディオの新提案などで、まあ、補っている感じで、まあ、コーデックについてはちょっとね時間がかかりそうな気がしますが、まあ、やはり iPhone など Apple 製品と使うワイヤレスイヤホンとしてはまあ、やはり総合的にはベストな存在なのかなっていうのは、まあ、5年前からね変わってない感じはしますよね。まあ、そのあたり、まあ、イヤホンは音質だけではないというね、まあ、全体像としての、まあ、新提案も含めて、まあ、今後のですね AirPods 第3世代そして、Pro もね来年なんて噂ありますけども期待していきたいと思っています。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。